生物観察の鬼です。今日はね、私スーパーに買い物に行ってきました。私スーパーに行ったらね、鮮魚コーナー絶対見るんですけども、今日はねこのようなものが売られていました。はい、ドン。これ生わかめなんですよ。福井県産の生わかめ。わかめ、皆さんわかめってなんか増えるわかめみたいな、あの緑々した乾燥したやつをイメージするかもしれませんけども、生のわかめってね褐色なんですよね。ほらちょっと茶色っぽいでしょ。褐色っぽい色をしてるんですよ。で、このね、生わかめがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。わかめはね、絶対生がいいですよ。生わかめいいですよ。生わかめを茹でる。乾燥わかめとかじゃなくて、生わかめをさっと茹でて、もうシャキシャキのやつを食べるのが一番うまいんですね。お茶とビールとわかめは生。しっかり覚えておいてください。じゃあちょっとわかめ出そうか。うわ。あ、うわ、すごい。めっちゃ磯の香りがする。磯臭いわ。うわ。うーわ、すごい匂いするな。うーわ、これ見てください。これが生わかめですよ。福井県産の本間もんの生わかめ。これが本間もんのわかめですよ。本間もんの生わかめ。うわ、じゃあちょっとこれをね早速洗いましょうか。さっと水洗いして茹でて食べましょう。うわ、すっごい、すんごい匂いするわ。めっちゃ磯の香りする。それではこれを水で入念に洗っていきます。うわ、このわかめがねめちゃくちゃうまいんすよ。もうこれもんよ。あ、しまった、ザルでやらないかん。まあいいか、ちょっと揉み洗いしようか。うわ、すごい、わかめのエキス出てきとう。わ、やば。うわ、ほら見てください、これがわかめのエキスですよ。うわ、なんか結構ゴミついてるんですね。ゴミが結構落ちてます。え、なんかこれ足あんで、ちょっとゴミかと思ったら、これなんか生物っぽいですね。なんか足あるんですけど。え、嘘、ちょっとまだおるかな。ちょっと入念に洗ってみましょう。もうちょっと洗い流してみよう。なんかいっぱいいそうな気がする。これ私のね、生き物屋としての勘なんですけど、これ絶対いっぱいおるわ、わかめに。いっぱいついとるわ。しっかりね、こう、わかめをこするようにして、この中に落としていこう。うわ。マジで、なんかおんで。これ、わかめ洗った後の水なんですけど、ほら、なんかおるわ。なんかおるって、ちょっと、これ水抜いてね、この正体見てみましょう。うわ、見て、ほら、なんかこれ足あんで、これ。何匹か水から出してみました。わかりますか、これ。よく見たらね、なんか足が生えてるんですよね、節があって。つまりこれ、この虫節足動物ですね。節足動物ですけど、こんなのがワカメにね大量に付着してるんですよ。え、何これ。大きさはいろいろなんですけど、こういう形をしたやつがね、いっぱい水の中に落ちてるんですよ、ボロボロ。え、何これ。これ何これ。とりあえず節足動物だよな。なんだこれ。はい、これはね、ワレカラという甲殻類の仲間ですね。ワレカラ。なんでワレカラかっていうと、ワレカラってよく海藻についてるんですね。海藻にくっついて、海藻に付着したゴミとか、あとはね、藻類とか食べてるんですけれども、昔ね、塩を作るのに海藻を取って、その海藻を焼いてたんですよ。海藻を焼いて、藻塩ってわかりますよね。の海藻の中に含まれてる塩分ですね。それ海藻を焼いて、藻塩を取って塩を作ったりしてたんですけども、海藻を焼きますと、海藻についてる割れ殻も焼かれちゃって、そうするとね、割れ殻の殻がポンって弾けるそうなんですね。加熱すると、割れ殻を焼くと殻が弾けるそうなんです。殻が割れて弾けちゃうそうなんですけれども、その様を見てね、殻が割れるということで、割れ殻という名前がついたと言われてます。わかりますかね、この個体。この個体なんか粒々みたいなのついてますよね。これ、この粒々。これはね、育児脳と言いまして、子供を育てる袋と書いて育児脳って言うんですけれども、育児脳の中には卵が入ってまして、育児脳の中で、我からの赤ちゃんが卵からおぎゃっと生まれてきて、で、おぎゃっと生まれた赤ちゃんはしばらくお母さんにくっついて
過ごすんですよ。つまりこの育児脳がついてるってことは、この個体はメスですね。ママになるはずだった子ですね。ワカメが漁師さんに取られちゃったんで、その時点でね、もうジエンドですよね。海藻って生き物の隠れ家とか住みかになるんですよね。こういうちっちゃい生き物も海藻にしがみついてたくましく生きているということです。わかりますかね。この部分が目ん玉ですね。 こっちが頭で、こっちが尻尾の方です。足がだいぶ短いですね。足がだいぶ短くて、こう前足は結構発達してるんですけども、ここら辺の足はだいぶ退化しちゃってますね。主にこの足とこの足で海藻にしがみついてるみたいですね。我からってだいぶ体節が退化して、節の数が少なくなってるんですよね。よく見たらこのボールの中に入ってるゴミみたいなやつ、大概我からですよ。もういっぱいね、いっぱいちっちゃい我からの赤ちゃんとかも入っちゃってるわけ。やばいね。もっとワカメを洗ってみましょう。そしたらもっと我から出てくるんじゃないか。ほら、うれ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 あんま取れませんね。多分一発目でがっつり洗った時にほとんど取れちゃってるんでしょうね。我からは案外取れやすいのかもしれません。我からは別に毒でも何でもないので、別にワカメに我からついてたところで特に害はないです。むしろ我からの出汁が出て美味しいかもしれませんね。あ、でも甲殻類アレルギーの人はちょっと生ワカメ注意した方がいいかもしれんね。我からがついてる可能性がありますから、我からのエキスでね、アレルギー症状出ちゃう可能性があるんで、生ワカメ気をつけた方がいいかもね。甲殻類アレルギーの人はちょっと生ワカメ気をつけてください。いっぱいね、こういう我からっていう甲殻類がついてるんでね。これからね、これこのまま捨てちゃうのもったいないんで、これで出汁取りましょうか。こうやってね、もうあの洗い汁の中に我から全部入れちゃいます。入れました。水足して、この水を鍋に入れて、ちょっと塩入れてね。あー、なんかいい出汁出とる、いい出汁出とる感じがする。うん、うまいぞこれ、絶対にこれはうまいよ。よく見てください、我からが加熱されて赤くなってますね。甲殻類ってね、アスタキサンチンっていう赤い色素を持ってまして、生きてる時はタンパク質とくっついて他の色に見えてるんですけれども、熱を加えるとね、タンパク質とアスタキサンチンが分離してしまってね、アスタキサンチン本来の赤い色が出てくるんですね。ですから甲殻類ってね、茹でると赤くなるんですよね。はい、いい感じに沸いてきたね。これね、我からのいい出汁が出てますから、この割れからだしでわかめ茹でたら絶対うまいぞ、絶対うまいぞ。じゃあもう軽くサッとサッと茹でます。ほら、もうね、入れた途端に鮮やかなグリーンに変わりましたよね。褐色から鮮やかなグリーンに変わりましたよね。もうね、もうちょっとしゃぶしゃぶするぐらいでいいです。こうしゃぶ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 つって、わかめしゃぶしゃぶですね。よし、もういいかな。はい、 OK、 これぐらいでいいですか。もうサッと茹でるだけでいいんですよ。アクセントにホタルイカの酢漬けを添えてみました。今回はワカメがメインなのでホタルイカは少なめですね。それじゃあまずはね、ワカメからいただきましょうか。ワカメの我からだし茹でですよ。我からだしで茹でたワカメ、いただきます。あ、うまっ。うん、我からのだし食いとるかどうかちょっとわからんけど、でもうまいわ。うんうん、磯の香りがします。もしかしたらこの磯の香りが我からの香りかもね。あれ、この茎の部分、これがうまいのよ、コリコリして。うん、はい、まいまい。よし、じゃあホタルイカと一緒にわかめ多めでホタルイカ一匹でね、食べてみよう。うん、ホタルイカのお酢の味がいいアクセントになってますね。うん、わかめの磯の香りとホタルイカの綿の風味、そしてお酢の香りがね、口の中でいい感じに混ざり合ってます。調和が取れてます。これがザ料理ですよ。あー、うまかった。皆さん、我からって知ってましたか？生ワカメにはね、我からがついてることがあるんですよ。ワカメに限らず海藻には我からってついてることあるんですね。皆さんももしね、生ワカメスーパーで見かけたら洗ってみてください。そしたらね、我からがボロボロ落ちてくると思うんでね。生ワカメだったら大概割れからついてると思いますよ。ですから割れからがついてても
クレーム入れるのはやめてくださいです。割れからついてるってことは生ワカメであることの証ですから、むしろ喜ぶべきことですよ。でも甲殻類アレルギーの人は注意した方がいいですね。割れからが甲殻類がね、生ワカメに混入してる可能性がありますから、甲殻類アレルギーの人はちょっと注意してください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。